さあ、まもなくですね、これから復旧をしたですね、部分、まあ、主に立野という地区に入っていきます。もう4年ぶりですからね、まあ、で、この大津側はですね、どこら辺までがこう崩れてたかというのはちょっと行ったことないので分かりませんが、今も走っているところら辺がですね、多分道が今こう、かなりここからもアスファルトの色が新しくなって、もう2車線になっております。多分ここはですね、今から復旧して、新しくまあですね、作り直された道ということでございます。今この瀬田、大津町瀬田から立野にかけてですね、本当の懐かしい、本当4年半ぶりですね。まあ、立野というところはですね、このそのまあカルデラですね、こう山の縁ですよね、縁がこう破られている場所、昔阿蘇を治めていた武岩辰の御事がですね、確か立野の辺りでパーンと足を蹴り飛ばしてですね、こうそこから水が流れていってだっていう話ですね。駅で言いますと JR 大井本線立野駅、スイッチバックの駅でございます。まあ、標高が高いところっていうのは列車登ったり下ったりするのが大変ですので、その一本のですね、まっすぐレールでは登れたり降りたりできません。ですからジグザグに縫う感じでですね、山を高低差を登っていったり下っていったりしていきます。でですね、その立野の駅ではですね、ちょうどまあ2往復ぐらいですかね、1回前に進んで、1回で後ろに戻って、また前に進む感じで、ジグザグの、運転をしております。鉄道好きな方は、もうこの立野のスイッチバックはご存知だと思いますが、私も2回ですね、乗ったことあります。その前は立野の辺りに来ております。今2車線でですね、だいぶ走りやすいですね。ちょっと依頼によりますね。昔はですね、その途中でですね、こうボールどっちか右か左に寄らなきゃいけなかったんで、ちょっと分かんなかったんで、ずっと右車線行ってましたが、まあ、走行車線は左でさせまして、こちらに戻りますね。いよいよ立野のですね辺りにこう近づいてきました。こうだんだんとですね、こう坂道をこう登っていく感じでございます。まあ、右斜め前方にはですね、阿蘇の中央河口口などがですね、こう見えてきます。本当にこの辺り懐かしくて、いろんなね、こうお店とか霊園、築地霊園ございますけどありましたし、この右手にあるですね、お店にもですね、今バイキングになってますけど、昔このうどん屋だった時代にですね、行ったことあります。そしてこう今見るとですね、2車線になってますけど、今走ってるのがもともとの道で、もう一個今右手熊本方面に向かう方はですね、まあ、新しくできたというか、まあ、実際その震災前にもちょっとできてはいたんですけども、はい、で左がこう今大井温泉のレールで、そうですね、これ右手ちょっとアーチ橋が見えますけれども、こちらがそうですね、昔、まあ、昔からありますね、震災前からあった本愛線みたいな感じですけれども、この辺もですね、まさにこの辺りが相当な被害を被ってまして、で今、看板ですね、立野河口口ですね、に来ております。この辺りが本当に今、左の方はですね、こうまあ、災害防除のですね、防壁を作って、対策しておりますけれども、間もなくですね、ずっと登っていっても、今度はですね、右手の方にあれば、まあ、本来であれば、阿蘇大橋があったという場所のもう近くまで今、来ております。本当懐かしいですね、これ。んと4年ぶりにここ来たですね。これまあずっとまっすぐ行くと、まさに阿蘇市街地とかですね、行きつけの、どんどこの湯さんですね、温泉がある場所に行きますし、これまあ右車線行ってずっと右に曲がりますと、というか今ちょっとまだ曲がれないんでしょうけど、阿蘇大橋があった頃はずっと南阿蘇とか高森方面に行く325号線でしたかね、という道がございました。そして前にドーンと来た阿蘇山ですね。まあ本当この風景なんか馴染みがある風景ですけど、4年半も見てなかったとなると結構なんか不思議な感じですね。4年半って結構長いんですけれども、けどどこかなんか見慣れた雰囲気になってきたなという感じです。今テレビとかですね、看板に出てますが、右手がですね立野駅ですね、まさにスイッチバックの立野駅、まあ私の鉄道オーダーの友人がですね夏に立野駅に行ったそうですが、もうちょっと簡易な作りですし、またこの後ですね南阿蘇鉄道の復旧も見据えてまた工事が駅では進められるということですので、またあの時のね活気のある阿蘇に戻ってほしいなというふうに思います。そしてまあ私のですねおなじみのこちらお弁当の平井さんですね、弁当の平井かお弁当の平井かでこう悩むところですけども、そのネタするとちょっとね長くなりますけど、これ右に行くと高千穂高森方面に行けるそうですですね。右手の方にですね、東海大とかねいろいろ出てますけども、まさに今右手にちょっと見えますかね、今橋を架けてるんですね。こちらがその阿蘇大橋でございます。大きいですね、緑色のアーチ橋があったんですが、この熊本大震災でですね地震で一気に崩壊しまして、今作り直して多分来年の3月2021年の3月に、完成するんではないかなというふうに言われております。ここでも大学の方がですね犠牲になるなど結構実際の被害が出まして、今こうなんとかですね新しい道をですね出ます。実際のですねもともとあった橋があった場所からは、下流の方というか熊本市側ですかね、南西の方に、位置をずらして阿蘇大橋がですね架けられております。今ちょっとカメラでは見せられないんですが、斜め右後ろ方向で工事現場ありますが、すんごい深い谷ですよ。私もああいうところで工事なかなかする方っていうのは、私自身は高所恐怖症苦手ですけど、本当工事してくださる方ですね、インフラ整備されてる方、本当ありがたいことでございます。なんかこう記念碑とかできてるんですかね、ちょっと寄ってみます。さあということで、こちら菅流崩れの日ですかね、ということでございます。ちょっとごめんなさい、角度がね見えづらいと思うんですけれども、こちらについてはまあ後日ですね動画で、作りたいと思いますので、こういう教訓ですよね。リアルにこの当時の震災のですねこの大橋のですね崩れた跡が残っているということでことを残して、かつですねそして記念碑立ててリレーもありますし、こういう過去にの、ね、過去の経験を未来に残すというこの教訓というのも本当に大事ですし、こういう場所を大量ではあるかもしれませんが設けてくださったこと本当に感謝します。ありがとうございます。いろいろちょっとこう斜面工事ありがとうございますというお礼のですね、看板も、左手の方に出てます。カメラ映ってなくて申し訳ございませんが、本当にいろんな方の思いがあって、乗り越えて今やってます。あと今右の方ですねちょっと見せられないので申し訳ない、すがるの滝という立派な今滝がですね、落ちておりますので、ぜひ今度行く機会ありましたら、ゆっくり車を降りてですね、ご観覧いただければと思います。さあこうやってですね荷台には保温車のレールも実はございまして、そして今登っていってですねいよいよまあ電動もですねこうずっとつながっていくわけでございます。いや本当2年半長かったですしね。こうやって私のまあ大学熊本に住んでましたけど、まあ家のある大分と往復する際にこの57号っていうのも必ず通ってましたから、その思い出の道がやっと残ってきたで、この今馴染みの風景も出てまいりました。で、まあ、バスで行ったり、ね、親の車に乗って動いたり、そしてある時はもう原付乗って私熊本とか熊本から大分もしくは高千穂とかよく行ってたもんですよ。でこちら蓬莱まんじゅうさん懐かしいですね。はい、この辺りですね。でいよいよ、それまでつながっていました阿蘇の赤水ですね、まあ、分断されていた赤水といよいよもうこうですねつながるということで、本当に、ね、57号線がこの大動脈ですね豊肥のつながったことは本当にありがたいです、ね、関係者の皆様本当にありがとうございましたということで、いよいよ元々ですね言動の方というかですね、まあ、崩落していなかった部分とこうつながりましたので、そろそろですねこちらの動画も終了したいと思います。最後までご覧いただきまして本当にありがとうございます。もしよろしければいいねボタン、そしてチャンネル登録もお願いします。どんどこの湯もですねちょっと入ったがったんですけども、ちょっと時間が遅いですので、またゆっくりこれおすすめの湯です。本当どんどこの湯さんですね緑色のお湯で、いい景色ちょっとね和風な岩風呂もそこでありますので行ってくださいということで、ありがとう皆さんありがとうございました。それではまたガモだぜ熊本大分シラ真剣。